レックス、お泊まり会に誘ってくれてありがとう。すごく楽しかったよ。ありがとう。楽しかったよ。ありがとう。どういたしまして。みんなが楽しんでくれて嬉しいのだ。僕はもう寝るけど、みんなはまだ起きてる？ちょっと眠いかも。これも寝るぜ。僕も。みんなおやすみ。おやすみ。おやすみ。何か聞こえたのだ？どうしたのレックス？恐竜の声がしたような気がするのだ。多分ブラキオサウルス、それかトリケラトプスかも。あ、また聞こえた。今度はみんなも聞こえた？聞こえたよ。おかしいのだ。恐竜はこの時間寝てるはずなのに。もしかして恐竜のお化けちゃう？違うよラブル、恐竜のお化けなんかいないよ。何かあって恐竜が起きちゃったんだ。僕らで原因を突き止めよう。ダイノステーションに行ってスコープで恐竜を探してみよう。うわー、ここからなら全部見えるね。ダイノワイルドがまるっと見えるで。さっきの声だ。急がなくちゃ。レックス、君はスコープで恐竜がどこにいるか探して、他のみんなは声がしたあたりに行って何かないか探してみよう。了解。ビュビューンとひとっ飛びよ。スコープで何か見つかるかな。気になるものはあったレックス？ないのだ。たくさんの木と、あ、待って、あそこに何かいるのだ。ブラキオサウルスだ。でもあれ、寝ながら歩いてる？寝ながら歩いてるの？それは困ったな。大きな恐竜が寝ながら歩いたらあちこち壊しちゃうかも。自分の家に帰ってもらわなくちゃ。レックス、ロッキー、ラブル、一緒に来て。寝ながら歩いてるブラキオサウルスが安全に家まで帰れるようにみんなで見ていてあげよう。ダイノミックにお任せなのだ。他のみんなはここでブラキオサウルスがちゃんと家に帰れるか見守ってて。ラジャー、ダイノレスキューに出動だ。見つけたのだ。できるだけ静かにしててね。恐竜だって急に起こされたらびっくりして暴れ出しちゃうかも。起こさないようにできるだけ静かに、この子の家まで連れて行こう。あかん、木が倒れとるとこにまっすぐ向かってるみたいや。このままやとつまずいてまうで。ロッキー、クリーンアームで木をどかして。もちろんで、あ、じゃなくて、もちろんで、あります。ラブル、通り道にある岩を溶かして。任しとき。道は綺麗になったけど、どうやって家まで連れて行けばええんや？恐竜の子守歌を聞かせればうまくいくのだ。恐竜はダイノステーションの方に向かってるよ。ついていこう。恐竜の子守歌を聞かせれば家まで連れていけると思うのだ。でも僕の声だけじゃ恐竜には聞こえない。僕が教えるから一緒に子守歌を歌ってくれないかな。みんなでダイノステーションから歌うと恐竜の耳に近いから聞こえると思うのだ。それで恐竜がぐっすり眠れば家まで連れていけるのだ。わかったよレックス、どんな歌なの？木の上でおやすみ、ゆらりゆらり揺れてる、夢を見てるみんなは葉っぱと揺れてる。みんな覚えられたのだ？覚えた。僕も。木の上でおやすみ、ゆらりゆらり揺れてる。
家に着いたよ、恐竜くん。ゆっくり寝てね。お家に帰れたね。バッチリなのだ。手伝ってくれてありがとう。みんながいたからできたのだ。今回のダイノなトラブルもガオガオっと解決。ああ、それじゃあみんな、僕たちも帰って寝ようか。わいも私もおやすみ。おやすみ。眠るのだ。恐竜の夢を見ようぜ。